佐藤大木は日本のデザイナー、建築家である。デザインオフィス、年度代表。本名、佐藤大。東京2020オリンピックの聖火台デザインを担当。現在は2024年運行予定のフランス高速鉄道 TGV のデザインを手掛けている。父親の仕事の関係により、カナダのトロントで生まれる。東京学芸大学附属大仙中学校。 早稲田大学高等学院を経て、2000年早稲田大学理工学部建築学科を主席卒業。2002年、早稲田大学大学院理工学研究科建築学専攻修了と同時にデザインオフィス、年度を設立。プロダクトデザイン、インテリアデザイン、建築、グラフィックデザイン、企業ブランディングなど幅広く活動を行う。2006年には、 ニュースウィークし、世界が尊敬する、日本人100人に、2007年には、年度が、同志、世界が注目する、中小企業100社にそれぞれ選出された。2012年から2014年、早稲田大学非常勤講師。2012年、イギリスのライフスタイル雑誌、ウォールペーパー及び、エルデコインターナショナルデザインアワードにて、デザイナーオブザイヤーを最年少で受賞。 2013年、北欧最大のインテリアデザインの見本誌、ストックホルム国際家具見本誌及びトロントのインテリアデザイン賞にてゲストオブオーナーに選出される。2015年、欧州最大のインテリアデザインの見本誌、メゾンエ・オブジェにてデザイナーオブザイヤーを受賞。2016年、母校は世田大学のラグビー州級部新ユニフォームのデザインを担当。この 三宅一世とのコラボレーションによるキャベツチェア、ロンドンのサーチギャラリーで発表された新ブラックラインズなどがある。ありがとうございます。